元宝塚歌劇団花組トップ娘役で俳優の花のマリア31が12日自身のインスタグラムを更新し第1子を妊娠していることを報告した。花のは指示で恐縮ですがこの度子供を授かりました。現在は安定期に入り体調も落ち着いて健やかに過ごしていますと伝え、妊娠してから心身ともに様々な変化を感じ全てが未知の体験ですが何よりも自分の体の中で守るべき命が育っているという神秘に喜びをかみしめていますと心境を綴った。